はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はルックブックを撮っていきたいと思うんですけれども、私お正月太りを見事にいたしまして、多分ね同じ方もいると思うんですよ。私はそう願いたいんですけど、同じ方もいるかなと思ったので体型カバーをしていきたいなっていう風に思っていまして、今回は着痩せをメインにルックブックを撮っていきました。結構詳しくね解説もしていこうかなっていう風に思っているので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではまず一つ目のコーディネートはこちらでございます。このコーデの着痩せポイントは顔とお尻と足なんですけれども、まずこのフレアパンツが本当に優秀で、フレアパンツってマジで足綺麗に見えると思ってるんですよ。やっぱこうふくらはぎってすごく重要だなって思ってて、ふくらはぎがほっそり見えたりとか、まっすぐなシルエットだと足も綺麗に見えたり足が細く見えたりすると思うので、そこのカバーができるっていうので着痩せっていうメインではすごく万能なパンツかなと思います。オーバーサイズなジャケットを今回合わせていて、上をオーバーサイズにすることでより足がでキュッと見えるんですよ。シルエットにメリハリができるので足がほっそり見えます。でしかもオーバーサイズだからお尻も隠れて、肩幅も結構広めにあるので、これもね小顔効果があるかなと思います。であとこのシャツ、ワイシャツなんですけど、ワイシャツの首元の部分が V の形になっていることで顔がすっきり見えるのと、この帽子結構大きめになっているので、まあ、そこでも小顔効果がね得られるかなと思います。では次2つ目のコーディネートなんですけど、今回も顔とお尻と足は引き続きスタイルアップできるコーデになっていて、あとさらにボディラインっていうのがあるんですけど、今回ね中のトップスとパンツの色味が結構似た感じで、濃いネイビーっぽい感じの色合いなんですけど、中のカラー統一させて、アウトはまた違ったカラー、今回は白でよりメリハリをつけているんですけど、中を統一させてあげることでアイのラインがすごく強調されるので、よりスタイルがねよく見えるかなと思います。であとはさっき言ったみたいにこのトップスの V の形、首元に V の形を作ることで顔もスッキリ見えたりもするし、このダウンもオーバーサイズになっているのでお尻を隠してくれたりとか、足はまあこのパンツのね形と、あと今回厚底のシューズを使っているのでより足も長く見えるようなコーディネートに仕上げてみました。じゃあ続きまして3つ目のコーディネート、こちらでございます。まず上半身がスッキリ見えるかなと思います。まあ、冬ってやっぱり寒いのでアウターを皆さん着ると思うんですけど、やっぱどうしてもこうごわつきやすいかなっていう風に思うので、スッキリとしたアウターを持ってきました。やっぱり上半身をスッキリ見せたいならこういったコンパクトなアウターを選んであげるのがいいと思います。あとこのウエストっていうのが、このパンツがねハイウエストのパンツになっているのでウエストの位置が高く見えて、あともう一個あのアウターのね長さも結構短めになっているので、そこもねバランスがより足が長く見えるかなと思います。今回パンツをブーツインしてて、パンツのシルエットがギュッと引き締まるので、それでこう足元がねスキー見えるんだと思うんですけど、結構スタイルアップさせたい時はこうやってブーツインをしちゃうっていうのもおすすめなテクニックかなと思います。では続いて4つ目のコーディネートなんですけれども、こちらのコーディネートはねまずこのバランスっていうかボディラインっていうのがあるんですけど、これもウエストの位置が高く見えるようにショート丈のジャケットを合わせて足が長く見えるようなコーディネートを組んでおります。であとさらにこのスカートは前に大胆にスリットが入ってるんですけど、このスリットもね抜け感が作れるのでより足がスッキリ見えるし、ロングスカートなんで足のカバーもできるっていう結構最強なボトムスだと思ってます。であとこのマフラーも実はスタイルアップできるポイントかなって思ってて、で巻き方は今回この巻き方なんですけど、この巻き方にすると縦のラインが強調されるじゃないですか。そこもすっきりとこうスラッと見えるポイントになってます。今回あのミニ丈のクロップド丈のトップスを持ってきているので、ここで抜け感が作れてウエストもねほっそり見えるかなっていうのと、あとこのトップスなんですけど結構首元ががっつり開いてると思うんですよ。やっぱり首元が詰まってるものよりかはデコルテが見える方が顔がすっきり見えるので、このトップスもね実は着痩せできるトップスになっております。では続いて5つ目でございます。こちらのコーディネートはまずはこのカーディガンなんですけど、カーディガンってこうゆったりしているのでやっぱりこう二の腕だったりとか気になるところを隠してくれるアウターになっております。よく見てもらうと分かるんですけどリブになってるんですよ。縦のラインがすごい強調されているのでカーディガンなんですけど、あんまり着太りして見えないかなっていう風に思います。トップスの形が結構着痩せポイントになってまして、まず首元は何度も言ってますけどこの V の形を作ることで
顔がスッキリ見えるっていうのが一つと、今これあえて下のボタンを開けてるんですけど、ここを開けてあげることでなんかこう上のこの V と下の逆の V というかで X の形ができると思うんですね。そうなのでそこでちょっとこうくびれっぽいシルエットを演出できるかなっていうので、結構着痩せするトップスだなと私は思ってて、今回こちらを選びました。足はこのカーゴパンツ、カーゴパンツって結構ゆったりしているパンツになっているので、足のカバーもできるかなと思うので着痩せにつながるかなと思います。では続いて6個目のコーディネートです。ミニスカートを履いているんですけど、ミニスカって結構挑戦じゃないですか。このスカートはポッケの布の部分が下からこうピョって出てるんですよ。これがあることで太ももの一番気になるところ、一番太いところとかを隠してくれるようになってるので、結構着痩せできるスカートになってます。あとはこのブーツですね。まずこの入り口、足の入り口の部分が V になってるじゃないですか。ここでもスッキリ見せてくれるし、丈感も長めになっているので膝下も結構長く見えると思います。あとこの太さが絶妙にちょうどよくて、あんまりピタってしすぎててもふくらはぎ気になる方とかだと逆にシルエットが綺麗に見えないなとかっていう悩みとかもあると思うんですけど、このブーツは割と広めに作られているのでカバーできると思います。であとはオーバーサイドのジャケットを羽織っているので、お尻周りとかもねうまく隠せるかなと思います。では次7個目のコーディネートがこちらなんですけれども、ファージャケットって可愛くて着たくなると思うんですけど、ボリュームが出るのでやっぱり着太りが気になっちゃうかなと思うんですが、ファージャケットの中でもこういったショート丈のジャケットとかを持ってきてあげると割とスタイルアップできるかなと思います。あとはこのワンピースを合わせているのでボディラインもねしっかりとカバーできるし、マーチンのブーツは合わせてるんですけど、スニーカーとかでもいいかなと思ったんですが、足にこうフィットしてくれるブーツの方がすっきり見えるし、バランスもねすごいすごい可愛いかなと思ったので今回こちらを選びました。タートルネックってやっぱり首元が詰まっちゃうので顔が大きく見えちゃうかなっていう風に思うんですが、逆にこのファーのジャケットが結構襟がしっかりと立ち上がるのと首元にボリュームがあることで、タートルのピタッとしたシルエットとファーのジャケットの首元のボリュームのバランスが小顔に見せてくれるなと思って、今回こちらのジャケットをね選んでみました。このジャケット腕も隠せるから結構おすすめです。では続いて8体目なんですけれども、このコーディネートはまずお顔はこのデニムのジャケット結構首元が広くゆったりと作られているので、上までしっかりと締めてるけど詰まって見えすぎないのでそこもスッキリ見えるポイントになっているのと、ネクタイをすることでやっぱりこう縦のラインが強調されると思うのでそこでもスタイルアップができるなっていうのと、さっきもあったんですけどこの中の色味を合わせてあげることでアウターを着た時にねこうアイのラインができるんですけど、今回もこのデニムのセットアップ使っているのでそこもスラッと見えるポイントになってます。パンツなんですけどダメージが入ってると思うんですが、こういったダメージパンツって結構膝の位置ジャストに入ってるものとかもあると思うんですけど、このパンツはちょっと高めにダメージが入ってることで膝下が長く見えるので、ダメージパンツだけどスタイルが悪く見えない、足が長く見えるパンツになっているのでそこもスタイルアップポイントになっております。では続いて9個目なんですけれども、このコーデは割ともうザーっていう感じですかね。全体的に黒っぽい感じのカラーを集めているので引き締まった印象になるのと、あとこの後ウエストマークできるのでギュって縛ってあげると X のラインができてくびれが綺麗に見えます。腕の部分が結構ふわっとしているので腕もカバーできるアウターになっております。個人的に私が本当に足を長く見せたい時というか、まあ最強に足が長く見えるコーディネートって黒スキニーにマーチンだと思ってて、もうつま先までが足みたいに見えるからすっごい足が長く見えるなと思ってて、さらに今回ハイウエストのパンツを使っているのでよりウエストの位置も高く見えて足長効果抜群なコーディネートに仕上がっております。このトップスはねクロップド丈のトップス、シアのトップスにしてあげることで抜け感が作れるのでチラッと肌が見えたりとかした方がボテッとしすぎないかなと思うので、そこもねポイントになっております。では続いてがラストのコーディネートです。まずこのファージャケットボリュームがあるので腕がカバーできるっていうのが嬉しいポイントかなと思うのと、あとパンツも今回スウェットパンツを作っているのであんまりこう足のラインを拾いすぎない、足もカバーできるかなと思います。あえて今回ちょっと見せていくスタイルを撮ってみました。意外とチラッと
見せるぐらいの方がやっぱりこう抜け感ができてシルエットにメリハリができたりするので意外とお腹痩せて見えるんじゃないかなって思います。ただやっぱり下っ腹ってどうしてもね気になるかなと思うので今回割とウエストの位置を高くしてパンツ履いているのとあとこのジャケットなんですけどこれも結構短めでこれ1枚だけだとお腹が見えすぎちゃうかなと思ったので中にクロップド丈のトップスをレイヤードして丈感をね調節してみました。ウエストの一番細いところが見えるようなバランスでコーディネート組んでいるので意外とこちらのコーディネートはね私は着痩せできるんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回はこんな感じで10個の着合わせコーデを紹介してみました。もうお正月太りしちゃったっていう方はぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。まあ、でも着合わせコーデに頼らず夏に向けてねまたボディメイク一緒に頑張っていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。ではバイバーイ。